ははいどうもも皆さんこんここにちでですと、ね、今日も一緒にやっていきましょう今日は2020年3月15日の日曜日ということでですねはいえー、まあ、昨日の、ね、動画見てくださった方はわかると思うんですけどもまあ、昨日は一日中ね本当外にいて、まあ、カラオケ行ってたんですけどもはい久しぶりにねカラオケボックス行ったんですけどもまあ、それではい疲れたのかねなんか知らないですけどね今日はもうずっと寝てましたねはい寝てる時間の方が確実に起きてる時間より多いですねはいまああのー 朝起きて、まあ起きたのもいつもより遅かったんですけど朝起きてご飯食べて寝てでその次昼ご飯、起きて昼ご飯食べて寝てみたいな感じではい今日は本当バイトがなくてよかったなっていうそれだけですねはいまあでも昨日その本当一日中に近く歌ってね、喉を酷使したのにもかかわらず意外とねもうすっごいもう。 喉も枯れちゃってもう声も枯れちゃってもう全然出ないとか喉がすげえ痛いとかそういうことは別にはいなかったのではい今ね普通に喋ってますしねまあ良かったのかなーって思いますけど <laughs> はいということで今日ははいまあ先ほども言った通りバイトがないので作品紹介させていただきたいと思いますえちょっと久しぶりになりますかね DVD 紹介になりますはいとういうことで今日紹介する DVD はこちらはいちょっとこれ指が映んないようにするの難しいなこれはい サムネということで今日紹介する作品は EXILEEXILELIVE ツアー2011「タオブ r ィッシュ願いの塔という作品でございますがはいということでまず紹介するのはこちら EXILEEXILELIVE ツアー2011「タオブ r ィッシュ願いの塔 2DVD 版ということでですねはいまずは 2DVD 版を紹介していきますよ。いやよくかまずに言えたら今ねすごいね分かりづらいというか、まあ、覚えづらいですし言いづらいはい作品名なんですけど。はい 「まあ願いの塔」ってね「まあ、タオブウィッシュ」まあ、直訳すれば願いの塔」ですけども、まあ、書いてあるんですけど「願いの塔」というのがですねえドームに出現しまして、まあ、その周りでエグザイルがこうパフォーマンスするといったような感じのハマんねえ感じの、はい、内容のライブとなっております。はい、え前回の、ね、2010年の、はい「ファンタジー」というライブがスタジアム公演、あのー、なんか結構サッカーとかねやるようなすっごい広いところでやってた。 のと比べてこちらドームに戻りましたので、はい、かなり見やすい映像となっております、はい、はいじゃあ一曲一曲紹介していきましょうまあ今回もちょっと長い動画になるんで、はいえー、分けてみていただいたら、はい、幸いです、はいまあ、一気に見れる人は見てください、はい、ということでま,あまずね一人一人のまあ写真が載っておりますはい結構ねこの写真ゾーン長いですねはい、はい、ということで えー、まずオープニングということでまあどのね、まあ、ライブもオープニングから入るんですけども結構ねこの当時まあ最近っていうかまあ2011年は割と最近かはい、まあ、最近の EXILE はですね結構ストーリー仕立ての、はい、ライブのね始まりになんか映像を入れたりとかするのが多くてですね、はい、結構2004年2005年2007年ぐらいまであたりははい あのほんといきなりエグザイルが出てきて歌い始めるみたいな感じだったんですけどもここら辺はもうすごいもう前置きが長くねって思っちゃうのがまあまあ正直ね EXILE を見に来てるのであってね映像を見に来てるわけじゃないのでねはいまあというかまあそういうのはね置いといてじゃあ曲の紹介に入りましょう「r i ライジングさんということでですねまあこちら2011年のライブなんですけども2011年に発売されたはいえチャリティーソングとはい東の大震災のはいチャリティーソングとなった曲ですね。 ね、シングル、まあ、ボックスかそのシングルボックスの、はい、紹介の動画長かったですねもう僕もめっちゃ疲れましたねはいまあいろんな意味ではい思い入れが深い曲となっておりますそして2曲目が Each Other'sway 旅の途中ということでこちらもね、えー、歌いましたねはい、えー、シングルでございますそしてミラクルということでですねまあ一応願いの塔のアルバムのツアーなんでねミラクル、えー、願いの塔に入っている曲でございますまあでも他はねあんまあのオリオンとか手紙とかは 歌われてないですね。なぜかね。まあ、でもミラクルは、はい、しっかり歌われております。はいまあ、このライブでしか歌わないんでかなり、はいえー、レアなんじゃないでしょうかね。はい、そして、えー「サムデイ」ということでですね「まあ、サムデイ」はね僕も大好きな曲ですけど歌いましたねシングルですね。はいまあ、ライブでは毎回、はい、歌いますね。はい そして、えー「チューチュートレイン」ということでまあチュチュトレインはもう皆さん、はい、知っての通りでございます、はい、絶対歌いますね「えー、手のひらの,の砂」こちらはまあ「手のひらの,の砂」前回の2010年のライブツアーファンタジー違うライブツアー2010ファンタジーか逆になっちゃったね「えー、ファンタジーの」の、はいえー、シングルに入ってた曲なんですけどもえー ファンタジーで歌われている曲はあまり歌われてないというのがね、えー、このライブの特徴ではあるんですけども「手のひらの砂」は,い、はしっかり、えー、連続して歌われておりますね。はい続いて「Ibelieve」こちらもシングルですね。僕もよく歌いますね。はいそして「あなたへ」こちらはもう最新曲ですね。2011年に発売されたはい、えー、僕の前回の作品紹介。 でえーえー、紹介した曲ですねはいそして、えー、ラバーザーゲインということでですね、えー、こちらもまあ有名な曲ですね毎回歌います。はい、えー、ティアモーこれも毎回歌いますね。はい、えー、ラバーザーゲイン、ティアモーとバラードが続きますね。まあ、ここら辺割とバラード系が多くてですねサイレントナイトからホーリーナイトということでですねこちらはサイレントナイトはま EXILE クリスマスに配っしたやつですねで。ホーリーナイトも EXILE クリスマスに配さはた、い、バージョンで、はい、歌われております。 あだからここら辺はちょっとクリスマスを意識した感じですねこれって2011年の最後の方なんですかねまあ、あんまはい <laughs> ちょっと知識がないんですけども最後の方にやった公園なのかなはい。 そしてラストクリスマスということでまあクリスマスソングエグザイルのクリスマスソングといえばまあラストクリスマスになりますねまあカバー曲なんですけどねそしてここからディスク2に入りまして「いつかきっともっと強く」ということでですね「いつかきっと e エグザイラッシュ」のソロデビューシングル「ライジングさんとの両 A 面になった曲でございますそして「もっと強く」はまあ7分を超えると、えー、壮大なバラード曲と、はいえー、紹介しましたけどもシングルですねはい 結構ね辛いですね淳は。もういつかきっとからもっと強くにそのまま、はい行くと結構僕だったらあんまやりたくないですね。<laughs> まあそんなのお前はどうでもいいんだよって感じなんですけど、えー、続いて、えー、まあ歌詞カードには書いてないんですけど「レーザーバトルマーティカルアーツエグザイルリミックスアンセム」というものが、はい、入ってまして「まあ、レーザーバトル」ということでですねこれはねあのエグザイルのなんか昔の曲とかをなんかこう音源なんか DJ みたいなのがリミックスしてその中でなんかあのレーザーバトルを繰り広げるってのそのままなんですけど。まああの 簡単に言うと踊りの、はい、とこです <laughs> 毎回あるね2007年の「ダンサー・ザ・アンセム」とか、えー、2010年の「モンスター」みたいな感じで、えーまあ、いつかきっともっと強くてねしかなり疲れてますので、まあ、休ませてあげろということで「パフォーマーゾーン」ですねここははい続、えー、いて「トイ・ティオカーツ」「ステイ・ゴールド」ということでこちらも「ファンタジーに」に、はい、入ってる、えー、新曲でございますが、はいえーまあ、新曲っていうかまあファンタジーでも歌われたんですけど今回はアンコールじゃなくて、はい、普通に、はい、本編で歌われてますねはい続いて えー、ファイターズ次の時代へということでここでですね3代目 JSOULBROTHERS、はい、もう、えー、デビューしております皆さん、えー、ご存知の通り3代目 JSOULBROTHERS でございますが、えー、ファイターズ次の時代へということでですねまあこの時はまだ微妙に売れてたか売れてないかぐらいの時なんで結構はい初々しい感じのメンバーが見れます是非見てくださいファンの方ははい続いてイーガールズアンセムということでまあ書いてないんですけどイ、えーガールズアンセムということで、まあイ、e ねえーガルズね2020年今年の解散を決定しましたけどもはい えー、イーガールズ当時からね結構長い、はい、グループですので2010年ぐらいからねいたグループですので、はいえー、イーガールズこの時はかなり多かったですね今は結構今結構はい、えー、少なくなってきてるんですけども当時はかなり多かったですね。もう一人一人覚えらられないぐらいぐど、はいえー、どんどんやめちゃって やめてっちゃってましたねはいアンセムということで、まあ、こちら踊る、はいえー、感じのやつになってますまあ歌える人もね多いんですけどね E-girls はいなぜか歌わせてくれなかったということで悲しいですね、えー、続いて「ビクトリーこちらもファンタジーに入った曲なんですけどもまあしっかり歌えましたねライブの定番曲ですねはいそして「ララララブソングウォンビーロングということでここはちょっとあのー、カバーゾーンですねはいあ次が「銀河鉄道」道吸いないんでここも吸いないでここまではいえー カバー曲ゾーンですけども、えラララブソング初ですね、ライブでやるのは、そして、まあ、ウォンビーロング、銀河鉄を吸いながい,いつも通り、はい、やっております。そしてえ、最後が願いということでですね、まあ、願いも、えー、僕歌いましたね、e x i l ラッ s h のソロ曲なんですけども、まあ、シングルに、e x i のシングルとして、まあ、ファンタジーに収録された曲ですね。そして、ここからアンコールになります。はい、まあ、あの曲忘れてねかと思った方もね、多いと思うんですけど、IWish for You のタオブ・ウィッシュバージョンということでですね、まあ、あ願いの塔ということでね、IWish for You なんでね、えー、まあ、テーマソング的なね、えー、意味 試合もあると思うんでね。この曲を歌わないわけはないだろうということでですね、えー、しっかりね。アンコールで歌うんですけども、ターボビッシュバージョンと書いてある通り、ちょっと、えー、違うリミックスになっております。かなりねこのリミックスは変わっております。はい、はい。まあ、でも途中からなあの途中までバラード。 形式みたいな感じになりまして途中から、えー、いつものアイウィッシュ保有に戻るというまあ,あのボーカルのパートとかも変わってるのでぜひぜひあ聞き分けてみていただければ、はい、聞き比べて、はい、聞き分けるのは簡単ですな聞き比べてはい見てくださいはいやっぱね寝起きだから全然口が回ってない <laughs> はい、えー、続いて道はいこちらはまあ有名な曲ですねはい、えー、卒業シーズンによく流れるはいんでこんなに売れたんだろうはい道ですはいそして、えー、最後まあ本編も終わりアンコールの最後ということでですねワンウィッシュということでこちらもねまあアイウィッシュ保と同じくタオブウィッシュ はい、えー、テーマソングみたいな感じの位置付けの曲なんでね。はい、配信限定シングル拝聴、はい、大地震の復興支援ソングでございますが、はい、しっかり歌っております。はい。まあ、これで本編は、まあ、終わりなんですけどもまあ、後ろよーく見てるだけば分かりますかね？こっからま全部そう。今紹介してたんですけども、ここからボーナストラックというものが入ります。はい、このボーナストラックっていうのは何なのかと言いますと。とまあ、読み上げるとイーガルズアンセム銀河鉄道すり。 ライジング岡村さん中中トレイ岡村トレイン中中岡村トレイン中中トレイ岡村トレインってないや中中岡村トレイン2011ワンウィッシュということでですねこちらはですね、えー、まあ、この公演 とはまた別の公演になるんですけども、えー、99の岡村さん、はい、2007年の EXILE EVOLUTION にも、はい乱入まあ、参加というか乱入してきた、はいえー、方ね、まあ、皆さん知ってると思うんですけどもそれが、えー、帰ってきた岡材料が帰ってきたということでですね2011年のこのライブにも、はいえーまあ、番組の企画で、はい、乱入してきました、はいえー、その公演の映像が、はい、その公演の中で、えー、岡村さんが、まあ、出てる曲が 映像がボーナストラックとしてて収録されておりますすだからですねライブ本編ライブ1本プラス岡村さんが出てるところの別の公演ということでですね、まあ、全部でこれは何分ぐらい201分か、はいえー、全部で201分ありますのでかなり、はいえー、ボリュームの、はい、濃い。 もうすすごい濃い濃作品になっております1個見るのもね大変という感じですが、はい、続いて紹介するのは結構長いなこの動画、はいえーまあ、2個目なんでねあの内容一緒なんで結構飛ばしますけど、はいまあ、ゆっくり見てください、はい、ということでエグザイル i l e l イ v e ちゃん2010「ターボビッシュ願いの塔の 3DVD 版ということでですねこちらはまあこのもう当時売ってた状態のまま残っておりますまあこれあの単純プレゼントで買ってもらったものなんでそのままめっちゃ大切にしてますはい <laughs> まあね、ここに「オカザイルライブ映像完全収録」って書いてあるんで結構売りにしてましたはいオカザイルで見逃した人とかね是非見たいって思った人も多いと思うんでイ x、まあ、ザイルのねこのでっかいやつを買えば見れるよみたいなそういう、はい、<laughs> ちょっと悪い感じですねはいえー、前回のあ前回の、はい、このね感じめっちゃ取り出しづらいんだよねはいえー、前回のファンタジーと同じような感じになってますね3 d リーバ版とはい 3つ目の DVD は歌詞カードの下に、はい、隠れているといった感じになっております。はい、これもね前回の「ファンタジー」と全く同じ感じになってまして、えー、2DVD まではまあ本編ですね、まあ、一緒ですね、さっきの 2DVD 版と。そしてディスク3はエグ i ライブ i v 2 0 1 1タオブウィッシュドキュメントといたしまして、えー、ま a u v e w ッシュが、まあ。 構想の段階からはい、全部を広告入ってる、はい。当時のやつね。これはあの日本を元気にしていか入ってないですね、はい。写真も一緒ですね。はいドキュメントが入っているといった感じになっております。はい。いやー、結構ね。やっぱドキュメント見ると面白いですよね。なんかこう？この最初はなんか？この歌でこういう踊りをするとか。こういう。 だろう演出をするみたいな感じで決まってたんだけどなんか例えばリハーサルしてみてやっぱこっちの方がいいなってなって本編のあの演出につながるんだなとかそういうのが分かりますまあそこまで考えてね見るもんじゃないと思うんですけど結構あの普通に流してみていただいても EXILE がどんな、えー、思いでこのライブをしたのかっていうのが、はい、見れて結構楽しいんじゃないかなと思いますけど、はいまあ、まあファンにはたまらないですね、まあ、あんまファンでもない人には正直ふーんって感じなんですけどファンにはね結構たまらない内容となってますね だからまあライブだけを見たいという方は 2DVD 版をそして、俺はも EXILE の世界一のファンだぜみたいな人は 3DVD 版を買っていただくという感じでですね、えー、買い分けをしていただければいいと思います。まあ、どっちも買う必要はありませんね、全く。はい <laughs>、はい、ということでこちらはまあさっき言った通り、えー、僕、誕生日プレゼントで買っていただいたと,とこの年は2012年か。2012年 だとおかしいね2011年のやつが2012年に発売されてるんですけどこれうん2012年のライブもあるんでそう考えるとじゃあ俺とこれお年玉かなお年玉がなんかで買ったんですよね多分。はいえー そういうう。いことにししておきましょうあんま覚えてないんであ,のあんまこ,うこれ以上言っちゃうとなんか、はい、どんどん違う方向にねあの自分の都合のいい方に話が流れてい行ってるんで、はい、え新品で買いましたどっちにしろ、はい、そこそこ重要、はいえー、新品で買ったんで定価ですね5980円ですね、はい、そしてこっちの 2D ブリ版の方が4980円なんですけどこちらね、あのー ついこの間本当に3日前ぐらい3日前ぐらいに中古屋に行った時に100円ではい売ってましておおと思って2011年のライブってあんま落ちてる印象がなかったんですけどついに落ちてきましたね2012年とかの方がね安く出てるイメージがあるんですけど2011年も落ちてきましたまああの岡村さんがはい出てるからっていうのがあるんですけどまだちょっと需要があったんですけどねだんだんその需要もなくなってきたんでしょうかだいぶ落ちてきました。はい <laughs>、えー 今でもでもすねだからあの僕がまあ100円で見つけたというのはかなり、えー、レアなケースなんで500円以下で買えると思います。ぜ、は、ひ、い、岡村さんを見たいという方はこれを買ってみてくださいね。そして、えー、エグザイルのドキュメントが見たいよという方はこちら、まあ、この 3D 売り場の方がまだちょっと高いから1000円ぐらいすると思うんで、はいえーまあ、岡村さんだけ見たい岡村さんだけ見たいって人はいないか別に、えー、エグザイルと岡村さんがついてくるよということでライブだけ見たい方はこちらのちっちゃい方を、はい、そしてまあドキュメント見たい方はでかい方を買ってみてください。 はい <laughs> ということでですね何歌うかっていうのがねすごいね今回ね難しいんですよ,よ新曲はね別にないのでまだ歌ってない曲があるのかどうかという感じなんですがそう「願いの塔」の曲をいっぱい歌ってくれればあれアルバムなんで新曲いっぱいあったんですけどねミラクルしか歌ってないんでもう必然的にミラクルになるんですよね正直あんま <laughs> どんな曲だっけなはいえー 前の,の動画でもね言ったんですけど EXILE のね曲はウォークマンにめっちゃ昔から入れてるんでどんどんね新曲入れていくとね消,消さざるを得ないんですよだからもうミラクルもウォークマンから消えてんでうん、まあ、頑張りましょう <laughs> よしそれでは聴いてくださいミラクルですねはいよし20分はいかないように <laughs> 僕が思うより高い空の上は激しさの中にあるのかも見上げるだけなら果てしなく広く美しいだけに思えるのに 他の人が想像もしないような悩みがあるならば分かち合おう辛い毎日も心が折れそうでも素晴らしい 瞬間を探して歩いてくいつの日から二かを超えられるチャンスを必ず掴んでここからまた始めよう こんな曲でしたよね多分うろ覚えなんでちょっと <laughs> えー、なんかね微妙なとこなんですよねあの裏声に逃げるか普通に歌うか「辛い毎日も心が折れそうでも素晴らしい瞬間を探して歩いてく」いやー普通にうん。 裏声に行っった方が楽ですねやっぱり <laughs>、あのー、昨日ね、まあ、なんだかんだ、まあ、今普通に話せてるとはいえ9時間、はい、歌ってきましたので、あのー、普通にこう地声で行くと喉痛めるかなと思ってで出なかったらすごい恥ずかしいんで、はい、裏声に逃げたんですけど、まあ、普通に歌ってもよかったかなと思いますけどね。はいまあ、しっかりまたミラクル ウォークマンに入れ直して、聞き直して、いつかまたリベンジできたらという感じですね。まあ、今回はなんだかんだ言って DVD 紹介の中の一曲ということでですね、最近ね、一日一生とはいえね、DVD、紹介の方がね、メインになっている節がありますので、はい。<laughs> まあ、こんな動画もいいんじゃないでしょうか。ということで、この動画少しでもいいなと思ってくださいました。高評価ボタン、そしてチャンネル登録ぜひぜひよろしくお願いします。そして Twitter の方もね、よろしくお願いしますね。そして僕は正直ね、ネコアレコースレベルあります。それまでチェックしてあげていただきたい。ありがたいです。はい。ギリギリ。いや、ギリギリアウト。はい。<laughs> ということで、 はい今日はねまあ作品紹介できたんですけども明日はどうなんでしょうかそれはまあ明日の僕に聞いてみてくださいね。はい、ということでえそうそうねもう2012年の作品になってきましたのでもう最近ですね2012年なんつったらもう僕もだいぶはい物心ついて物心ついてっていうのはまあ普通に小学校をねえ小4とかかまあそう考えると結構昔ですねはいもう今となってはもう18ですからねはい、もうびっくりですね僕も。全然もうう結構幼くね見られるというか 結構ね言われるんですけどな,なんだかんだ18なんでもう大人の階段上りきりそうでもうゴールは見えているので、はいまあ、これから先頑張っていきたいと思いますということで、えー、強子でしたまた明日の日常にお会いしましょう、まあ、最後のねちょっとあの無駄なね話が長くて20分近くなっちゃって本当にすいませんここまで見てくださってどうもありがとうございましたはい、えー、それでは明日の日常にお会いしましょうバイバーイどんだけ